おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。昨日は随分飲みました。飲みましたね。お腹がゆるい。それでは お茶いただきます。はい、どうぞ。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温21度、最低気温16度で曇りですが、後に雨が降るでしょう。現在気温19度、曇りです。天気悪いの。そう、昼から雨。マジか。ちなみに週末どうなんだろうね。ねえねえ、ちょっと聞いてみようか。キャンプで雨とかやだ。 OK Google、 週末の天気は、名古屋は金曜日から日曜日まで最高気温は22度前後、最低気温は10度台で曇りでしょう。あー、暑くなさそうだね。よし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 、降らなければいいんだけど。うん、はい、今日は母ちゃんがピザトースト焼いてくれました。手作りね。いただきます。はい、お昼になりました。今日は母ちゃん手作りお蕎麦。お蕎麦ですよ。昨日のランチもお蕎麦。お蕎麦で、あ、そうだ、うん、でも今日は母ちゃんのこの手で刻んでくれた刻み海苔がね、美味しそうに乗ってますね。そう、ネギとね。それではいただきましょう。ちなみに今日も飲み会です。やばい、死ぬかもね。はい、今から午後のお仕事行くわけですが、午後もしっかり雨降ってるね。今日飲みに行くの嫌になるぐらい。まあ、とりあえず頑張ってお仕事終わらしたいと思います。風も強いな。はい、今日は、名古屋駅で飲み会が始まるんですけど、いつもの通り高畑駅にやってきました。それでは地下鉄乗って名古屋駅まで移動したいと思います。はい、名古屋駅到着しました。いつもはね、こっちのビルでね、なんだかんだやるんですけど、今日は反対側に出てきてね、食事行きたいと思います。今日はね、中華料理をメインで、メインというか中華料理を食べに、最初の店はねスタートするんですけど、ま、取れたらこの先も取ってみます。どんな料理だろうね今日は。はい、結構名古屋のね、最近おしゃれスポットになってきた。前ここでね、家族写真も撮ったことあるな。何度かこの辺は来てるんですけど、最近ねこの辺おしゃれスポットになってるんですけど、この近くに今日の、行く店があるはずなんですが、もうすでにねかなりいい匂いがしてきてる。あ、焼肉トラジ、こんなところにできたんだ。今日行く店はここの6階ですね。四川菜園さん、ここで食事したいと思います。はい、さっきいたとこはあっちのビルなんですけど、ちょっとね時間が早すぎたんで、最近できたね大名古屋ビルジングじゃないな、大名古屋ビルかの、ここに地下にねドトールさんがあるので、ちょっとコーヒーので時間潰したいと思います。はい、そろそろね時間なので外に出てきました。もうみんな来てるかな。それでは合流したいと思います。はい、麻婆豆腐めっちゃうまそうだな、これ。いい匂い。エビチリうまそう。はい、飲み会終わってお家帰ってきました。それではね、ちょっとプチ散財用意いたしましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。めっちゃこう薄っぺらい段ボールで届いてますが、中身は何でしょうか。入ってんのはね、本当に大したもんじゃ
ないんですけど、結構ね重要なんですよねこれが。いきますよ。はい、せーの、じゃんと。コードですね。これ何のコードかというと、袋が多いね。はい、これです。これメガネ型のねケーブルです。かなりねこれ1メーターぐらいあるのかな、伸びるとね。でこのリール状になっててすごくコンパクトになっております。なんでこれを買ったかというと、これですね。これサテーチさんの充電器。まあ、サテッチさんに限らずね、他にもいろいろ持ってるんですけど、これをね、出張時に持っていくわけですよ。で、ここに、このメガネ型のケーブル。こういうのね、こういうのね、これ。これかなりね、これ。でもね、ちょっと今回、これを買ってちょっとびっくりしたのが、予想以上にでかかった。これね、結構でかいの。これぐらい。あんまりコンパクトになってないっていうね。僕がよく見てる YouTuber の Apple が大好きなんだよっていう方のね、チャンネルを見てて、これのね、もっと短いやつ、そしてここがね、L 字になってるやつとかね、いろいろ持ってらっしゃったので、ああ、いいなと思って、今回ね、いろいろ探してみて、これ、見つけちゃったので、買ってみたんですけど、結構でかい。もっとコンパクトだと思ってた。で、まあね、これを、どうしよっかな。意外とでかかったんで、もう一回、まあそんなに高いもんじゃないんでね。もっとね、これぐらいあればね、長さ的には、30センチ ?20 センチとか、そんな、本当にね、まあ最低10センチとかでもいいんだけど、結構こいつがね、かさばるんですよ。で、今までね、出張時に結構邪魔だなと思ってて、まあ、短いのにね、買い替えれば、こういったね、ピークデザインのテックポーチとかに入れるのもね、ものすごい、すごくね、コンパクトになっていいんじゃないかなと思ったんですけど、これ入れるとね、意外とね、場所、まあ、これでね、こうバラバラになって持っていくよりは、随分、すっきりはするんですけど、こういう感じでね、入れておけば、これ今、サテチさんのね、入れたんですけど、すっきりするんで、まあ、まとめるにはちょうどいいかなとも思ってたんですけど、結構でかいんで、もうちょっと考えて買い替えるかどうしようか。これね、今開けてみて悩み中です。結構でかいんだよね。まあ、そんなことで、今日は AC アダプターのメガネ型のケーブルのリールコード版のご紹介でございました。それでは寝たいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。一つ言い忘れておりました。先日、去年かな。僕がね、大阪行った時にこの MacBook Pro、これね、2015年、MacBook Pro の2015年のものの、電源のケーブル、マグセーフの電源になるんですけど、ここ、結構外れることがあるんですよ。こんな感じでね。で、結構出張行く時に前日バタバタしてて、ここがね、あの電源、こう挿して、さって抜いて見もせずにガバッてカバンに入れちゃうと、実際あったんですけど、この状態で僕のバックパックに入ってたんですね。で、充電全くできずに、結局その日編集ができなかったんですよね。で、そういう時に、こういうのもね、一個余分に持っておくと、ここね、MacBook の充電器ってメガネなんですよね。両方同じ形。なので、これをね、こう、つないで、充電することは可能なので、これ一個ね。っていうか、これ持ってればいいのか?どっちが正解なんだ?こっちの方がコンパクトだよな。これって、別売りしてんのか?アップルさんで。これ買っとけばよかったのか?
そういうこと？それはちょっと盲点だったな。こいつを一個余分に買って常にカバンの中に入れておけば、あのサテチのね、こいつ？こいつに使えんじゃない？ちょっと刺してみようか。はい、ちょっと刺してみましたけど、これきちんと刺さんないね。ゆるゆる。ちょっとダメだわ。落ちちゃうもん。だけどこっちはねしっかり刺さるんですよね。もうこっちの方が正解か。これ持っていければ汎用性があればね、すごくこれコンパクトでいいと思ったんだけどな。残念。というわけでおまけ動画でした。